全ての人間にハンディキャップを与えて、あらゆる人間を平等にしよう。果たしてこの社会は幸福だろうか。能力主義的な考えというのを絶対に捨てられないんですよね。80年代、1980年代にですね、日本国中の運動会がちょっとね、不思議なことになったんですね。僕はもうその時は学校ですね、小学校とか行ってなかったんですけども、80年代か90年代前半ぐらいかな。あの、 学校の中でですね、例えば小学校の競争、あの運動会があった時の競争でですね、全員手を繋いでゴールするっていうルールができたんですよ。経験したことありますかそれ。あの、本来だったら、よいどんって言ってばーっと早く走って、早く走って人が1等、2等、3等になるはずが、実は80年代半ばぐらいの日本ではですね、みんなが一線手を繋いで同時にゴールして、みんなが1等賞。 っていうのがですね、できたんですよね。あの、まあ、ポンキッキーの歌でもですね、あのー、あの、頑張れみんなのちゃっちゃ一等賞という歌があったぐらいで、あの時代ですね、一等賞二等賞というのを能力ごとにつけるのは良くないっていう議論ができたんですよね。で、なんでこんな変なことが起きたのかですね。それは学校で格差を教えてはいけないっていうですね、あの、教育方針ができたからです。で、 平等を教えなければということで,ですね。競争自体を否定しちゃったんですよ。さすがにそれすぐになくなりました。えー、で、あの、爆笑問題の太田さんのですね、事務所、タイタンっていうじゃないですか。あの、タイタンの女社長怖いところですよね。で、タイタンっていうのはあれなんでかっていうと、あの、爆笑問題の太田さんが一番好きな小説が、カート・ボネガト・ジュニアのタイタンの妖女っていうですね、タイタンの妖怪女、妖女っていうですね、小説なんですけど、そのですね、タイタンの妖女の中、まあ、 まあ、メインの話はですね、あの、火星人からの侵略戦争の後、地球が平和になるっていう話なんですけども、その平和になった地球でですね、えー、徹底的に無関心な神の教会っていうのがですね、地球最大の宗教になるんですよ。で、この徹底的に無関心な神の教会っていうのは、神は存在するんだけども、お前になんか興味がないっていう、そういうですね、あの、宗教なんですね。神は存在する、しかし神は偉大すぎて、忙しすぎる。 だから、地球のこととか人類のことに興味を持っている暇なんかないと。なので、自分のことは自分で神に救いを求めずに何とかしなさいっていうです、ね、そういう宗教が地球で一番メジャーになっていたんですねで。その徹底的に無関心な神の教会のですね、メリトクラシーみたいな主義があるんですけど、それは何かというと、ハンディキャップ主義なんですよ。 すべての人間にハンディキャップを与えて、あらゆる人間を平等にしようなんです、ね。例えば、顔の美しい女はですね、仮面をずっと被る。それも醜い仮面を被るんですね。で、えー、イケメンはですね、目の見えない女性を、えー、妻に選ぶ。ですね。スタイルのいい女は、サイズの合わないみっともない服を身につけると。体力のある男はですね、何十キロもある重りを寝るときも身につけると。 そうやってですね、その能力とか生まれついての差を完全に消し去るためのハンディをですね、人類全員が身につけている社会っていうのを書いたんですね。で、これによって世界中の誰もが歴史上初めて完全に平等になったっていう。もちろんこれカード・ボネガット・ジュニアはですね、それを理想の社会として書くんではなくて、不気味な、なんか、 言いたいこと、やりたいことは分かるんだけど、それ結果的に誰も幸せにならないじゃないで中で、あのと、よその惑星に宇宙戦争で、まあまあ偶然行ってしまって、久しぶりに地球に帰ってきたマラカイコンスタントっていうやつが主人公なんですけど、そのマラカイコンスタントが地球に降りた時に、みんなが変な重りから取につけてるんですよ。で、よく帰ってきて、よく帰ってきたらいやもう俺ヘルヘルです。なんとか立つだけで精一杯ですって。立つだけで精一杯。じゃあ君は20キロぐらいでいいよねって言って、20キロの重りをドーと渡されて、立てないって言ったら、これで君 平等になったたっうう言われるんですね果たしてこんな社会は幸福だろうかって話ですサンデル教授はですねあのそれでも僕らはそのみんなが手をつないで一等賞だというです、ね、社会ですねあとカード・フォネガットが書いたですねハンディキャップ主義の社会それはグロテスクで不気味でなんか平等なことはわかるんだけども幸せじゃないっていうのはわかると。 で、サンドリー教授はですね、能力主義で考えてしまう場合が、僕らにもあると。僕らもやっぱり、平等では考えられない。例えば、自分が敗者を選ぶとき、最も優れた人を選ぶに決まってるじゃないかって、サンドリー教授書いて、もう僕はそれで、その一文で確かにと思ったんですよ。あの、人格で敗者を選ぶ馬鹿いませんよね。<laughs> いや。 他の医者だったらともかく、内科の医者とかそういうのだったらともかく、敗者みたいなもんって能力で選んじゃうじゃないですか。せめて評判のいい人、せめて痛くない人っていうふうに選んじゃうじゃないですか。だから僕らは能力主義者を絶対に捨てれないです。能力主義的な考えっていうのを絶対に捨てられないんですよね。だから,だからといってですね、優秀な敗者はハンディキャップつけろと。 つまり、うまい歯医者は、なんか、度が合わない眼鏡をかけて <laughs>、患者を痛がらせろというふうには思わないですよね。だから、結果の平等を目指してしまうと、このハンディキャップ主義のようなですね、不気味な世界になってしまうですね。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます、えー。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。